コメコンのロゴ経済相互援助会議は1949年にソ連の主導のもとで東ヨーロッパ諸国を中心とした共産主義諸国の経済協力機構として結成された。西側での通称はコメコン。旧コメコン本部第二次世界大戦後にアメリカ合衆国政府が行ったマーシャルプランの欧州経済協力機構に対抗して設立された。 成立から1954年の第4回総会までの期間は、ソ連を中心とした外国貿易推進機関の性格が強く、加盟東欧諸国からソ連が一方的に利益を搾取していると批判されていたが、1956年の東欧動乱をきっかけに、ソ連は東欧諸国との経済関係の再構築に取り組んだ。当初加盟国はソビエト連邦、ポーランド、 チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアの6カ国。一月遅れてアルバニアが加盟した。その後、1950年に東ドイツ、1962年にモンゴル、1972年にキューバ、1978年にベトナムが加盟した。一方、1962年にはアルバニアが事実上脱退。 最終的に加盟国は10カ国になった。この他に、ユーゴスラビアが準加盟国、フィンランド、イラク、メキシコが非社会主義協力国、その他にもアンゴラ、エチオピア、南エメン、モザンビーク、ラオスがオブザーバーの地位にあった。また、中華人民共和国、北朝鮮もオブザーバーを送っていたが、中華人民共和国は、中祖対立の影響により、 北朝鮮は主チチェ思想に基づいた独自の社会主義路線を取ったことにより、両国ともに62年を最後に会議に参加しなくなった。1989年の冷戦終結に伴って東欧革命が始まり、1991年6月に解散した。ありがとうございます。